サルティンボッカは、子牛肉、鶏肉、豚肉などに生ハムとセージを乗せたり並べた料理で、単品あるいはワインオイル、塩水のマリネと共に盛り付けられる。好みによってはケッパーをトッピングする。イタリア・ローマを代表する料理であるが、スイス南部、イタリア、スペイン、ギリシャでポピュラーな料理である。この料理の最も有名な調理法は、ローマ風サルティンボッカで、薄切りの子牛肉に、プロシュットセージの葉を巻き上げたものを、マサラ酒や白ワインとバターで仕上げたものである。一説によると、その名に反して、ブレシアが発祥とも言われている。サルティンボッカの起源は正確には分かってはいないが、イタリアのブレシアで生まれたという説が最も有力で、あるとされている。19世紀後半には、イタリアの他の地方に広まり、さらに、ギリシャ、スイス、スペインなどの他国にも広まった。イタリア各地に広まる過程で、イタリアの首都ローマが最もこの料理を積極的に取り入れた。現在では、ローマ風サルティンボッカと呼ばれ、ローマを代表する料理の一つとなっている。サルティンボッカのレシピは主に子牛のスライスにセージ、生ハムを乗せたものを爪楊枝などで留め、オリーブオイル、バター、少量の塩コショウと一緒に、フライパンで調理したものである。マルケ州ではこのバターの代わりに小麦粉が使われる。ありがとうございます。